俺だ。ゲットゴールヤジー、ゲットゴールヤジー、ゲットゴールヤジー、ゲットゴールヤジまあ、越後薬草さんの蒸留所来てます。すいません、今こちらの方はレストランは休業で、一般開放してないみたいです。3ヶ月に1回定期的に限定でジンの調合したものを作れる、まあ有料になりますけどボトルを1本プレゼントする、販売という形で営業しているそうなので、よかったら SNS など確認してみてチェックしてください。こちらは林泉寺です。こちらは林泉寺です。上杉謙信公がのお墓があるお寺になります。こんにちは、神田です。昨日行われた J1 リーグ第30節
ホーム新潟戦、結果は1対1のドローという、ちょっとね、まあ、トスのプレッシングプッシュアップに苦しみながらも、まあ、新潟が、松田選手を中心にというか、右サイドね有効的に、背後が、どうしても前から来ると開くので、そこをねうまく使いながら、松田選手の良さを生かしながら、攻撃をしていて、その中で得た PK を獲得して先制点をね、試合終了間際、前半終了間際に先制点を奪えたまでは良かったんですけども、まあその直後に、まあ一瞬の隙と言ったらいいんですかね、一瞬の隙を与えてしまってと言ったらいいんですかね、疲れてしまって、まあ、トスに同点ゴールを許してしまったという、まあ、展開になって、まあ、そのままね1対1のドローという、まあ、試合展開だったんですけども、まあ、試合を見ていて局面の戦いのところは90分間落ちていなかったかなと思います。そこを剥がした時にチャンスが訪れるということは新潟も鳥栖も分かっていたから、積極的に仕掛けていくことはできていたんじゃないのかなと思います。まあ、ですけども一番使われたくないスペース場所を鳥栖の方が新潟よりもうまく消しながら守りながら試合をね進めていたんじゃないのかなと。まあ、その辺では鳥栖の方が一枚上手だったんじゃないのかなと神田は試合を見ていて感じました。そこから新潟がどう攻撃につなげていくのか、つながっていくのか、追加点を取るまでが、まあ、作れなかったのかなと、まあその辺で苦戦していたのかなと思います。まあ作れなかったのか鳥栖が作らせなかったのか、まあその辺はねちょっとこう定かではないんですけども、ピッチに立った選手しかわからない部分でもあるのかなと思います。で、神田が試合を見ていて、まあ、作らせなかった要因はそのね感じた部分を、まあ、お伝えさせていただきますと、鳥栖のタイトな守備と攻撃から守備にね切り替わった瞬間の速さが新潟よりも1歩半歩5センチ2センチ1センチとね出足が早かったんじゃないのかなと思うんですよね。新潟のボール保持者に対してボール持ってる選手に対して時間とスペースを与えさせなかったところがやっぱりね新潟がうまく攻撃につなげていけなかった、つなぐことができなかったんじゃないのかなと。ボールが入れた手前の部分に対してだから、後ろでねボールディフェンスラインでボールを持っている時に手前のね選手にボールを出した部分に対しては徹底的にトスは潰しに来ていたと思います。まあ、両チームともに同じポゼッション型のスタイルでしたけど、新潟はトスが全体をこう中にね絞りながら守ってきていたので、なかなか真ん中をね使うことができなかった。そこを新潟は残り4試合そして来シーズンに向けてチーム全体でやっぱりね作り上げていかないといけないと思います。まあどうね作り上げていくのか、それとも個人でね打開していく術を身につけていくのか、まあそこがね課題の一つかなと思います。あとは自分たちの新潟の時間帯じゃない時にどういうパフォーマンスを見せるのか、前から神田が言っていますけども、そこから強引に自分たちのペースに持っていくということもサッカーだと思うんですよね。相手の力を吸収しながら自分たちの新潟の良さを出していくっていうのもサッカーなので、昨日の試合を見ていて改めてサッカーの難しさを感じた試合だったなと思います。ですけど新潟はそんな中でもところどころ攻撃のチャンスは作れていた中で、まあ、先ほどね冒頭で言いましたけども PK 獲得して先制点を奪えたところは非常に良かったと思います。まあ、ですけどもその直後の
失点、まあ、突然ね同点にされてしまったところは、まあ、反省するべきところかなと思います。まあ、トスからするといい時間帯に同点に追いつけたと思いますし、新潟からすると失点したくない時間帯に、まあ、失点してしまったというべきことなんですかね。まあ、新潟のサイドバックが絞りきれてなかった一瞬の隙を、まあ、河原選手がしっかりね全体を見て、あそこに素晴らしいねサイドチェンジのボールを出されてしまった瞬間に、まあ、ちょっとねやばいなと思ったんですけども、まあそこから素晴らしいねクロス精度を上げられて小野選手に、まあ、決められてしまったという部分なんですけども、まあね決められてしまったことはもう仕方ないので、まあ、そこからやっぱりね新潟がどういうふうにやっぱりね勝ち越しゴールを狙っていくのか、どうやって攻撃チャンスを作っていくのかっていう部分がやっぱりね、まあ、課題なのかなと思いますね。で、トスは、守備ブロックは90分間終始いいブロックの形を形成しながら守っていたと思います。前からハイプレスをかけていくという部分はトスの持ち味で、そういうシーンを多く自分たちで作り出しながらボールを新潟からうまく奪い取っていたように感じました。まあ、そのトスのねいい守備ですけども、まあ、新潟はアタッキングサードからの攻撃の部分で何か工夫ができていたらもう少しね変わった試合展開になっていたのかなと、まあ、いろんな課題が出た中でも負けなかったということは良かったと思います。前から来るトスに対して新潟はもう少しトスの背後を使いたいという部分があったのかなと思います。松橋監督がインタビューで言っていたように、最後の質の部分で仕留めきれるところが課題とおっしゃっていたので、まあ、個人の課題でもあると思いますけども、1回2回のチャンスでゴールを決めきれないのであれば3回4回もしくは5回6回とチャンスを作っていかないといけないと思うんですよね。そこのチャンスをどう作っていくかが新潟の今シーズン残り4試合、そして来シーズンに向けての、まあ、大きな最大の課題になってくるんじゃないのかなと思います。新潟はシュート11本、枠内シュート4本とシュートは打っているんですけども、トスのパク選手にゴールキーパーパク選手にストレスを与えるようなシュートを打ったというか、思い返すと最初の松田選手からのクロスから鈴木選手のシュートぐらいしかなかったような感じがするんですよね。ゴールキーパー、トスのゴールキーパーパク選手にストレスを与えるようなシーンと言ったら、やっぱりそういった部分で、まあ、松田監督がおっしゃっていたように、最後の質を上げていかないと追加点、ダメ押し点と得点を奪えないのかなと、そこは思いました。新潟はトスが前から来るということは分かっていたので、トスの背後が開くので、そこを松田選手が積極的についていく、松田選手の良さを生かしていきたいというのは、まあ、ゲームプランの中であったと思います。手前をトスに封じられるっていうことは事前に分かっていたこと、まあ、そこはね、ミーティング分析などで分かっていたことなので、そうすると背後が開くので松田選手をスタメンに起用したんだと思います。ですけどね、こう長いボールを使いながら、背後をね積極的に使っていきたいという狙いがあったと思うんですけども、ちょっとねそこをなんて言ったらいいのかな、前線の選手と、ディフェンスラインでボール持ってる選手との間で出し手と受け手の部分でちょっとこう合わなかった部分もあったんじゃないのかなと、まあ、試合を見ていて感じました。まあ、守備の部分なんですけども、新潟がボールを持ってない時に自陣に引いて待ち構えていたわけではないんですけども、ディフェンスラインでのトスのビルドアップには積極的に新潟はねプレスをかけに行っていたと思います。前から新潟がプレッシングかけに行って奪ってというところはできていたと思います。あとはボールを
奪った後にどうパスをつないでどうフィニッシュまで持っていくのか、何回も言いますけども、最後の質の部分と精度の部分をどう上げていくかなのかなと、まあ、そこを上げていかないと一桁順位に食い込んでいけないのかなと、まあ、今シーズンを含めて来シーズンに向けて、まあ、一桁順位に食い込んでいく、 ACL 出場圏内に向けて、もしくは優勝に向けてというところは、まあ、難しいのかなと、まあ、率直に、感じました。まあ、チームとして、レベルアップどうしていくのか、個人でレベルアップできる選手を補強していくのか、まあ、その辺が、まあ、来シーズンね、どういう感じになっていくのか、まあ、楽しいね部分の一つでもあるのかなと思います。で、走行距離なんですけども、まあ、トップが川原選手で、その次に高選手と続いていたんですけども、まあ、チームのへその部分でプレーする、まあ、高選手が後ろからボールを受けた時のつなぎ役としてもそうですけども、前に駆け上がったり前向きのサポートに行った時に、もしくはシュートまで行った時にチャンスにどう多く絡んでいくことができるかが、まあ、やっぱり新潟の攻撃のポイントの一つなのかなと思いました。ですけどこの突戦では高選手がボールを受けてさばいて前線に駆け出していくということが少なかったような感じがするんですよね。高選手は決定的なシーンがね、まあ、1回あったんですけども、まあ、ゴール決めることができなかったんですけども、もっとね高選手そして秋山選手がゴール前に絡んでいけたらよかったんじゃないのかなと思います。新潟としてはマッチアップしていく部分、人ベースについてくる部分とか、時間と場所、空間を与えてもらえなかった時に、じゃあどうするのかっていうところがまた一つね、課題なのかなと。高選手、秋山選手が前に前線に行けない時にどうしていくのかという部分も、また新潟の新たな課題になった部分、課題として見えた部分でもあるのかなと思います。見応えある試合でもあったと思うんですけども、そういう局面をどういう風に変えていくのかという部分では、チームとしての工夫が一工夫、二工夫必要なのかなと思います。まあ、神田がね、あと注目していた太田選手。この試合は左サイドで出場していたんですけども、高い位置でボールを受けてカットインからのシュートというシーンがなかったと思うんですよね。トスがそれだけ警戒していたということもあるんですけども、まあ、トスがさせなかったという部分もあったと思うんですけども、まあ、その分ね、松田選手が右サイドを駆け上がって優先的に使っていこうみたいなチーム内での作戦があったと思うんですけども、まあ、そこはね、ちょっと、わからない部分でもあるんですけども、まあ、もう少し、先ほど高選手、秋山選手のことで触れたんですけども、まあ、太田選手がもっと前で高い位置でボールを受けれてチャンスに攻撃に絡んでいけることができたら、新潟はシュート数、枠内シュート数が増えたと思いますし、もしかすると追加点が奪えて2対1、3対1で、勝利することができたんじゃないのかなと思う部分があります。まあ、これはあくまでも試合を見て、試合を見た後の、まあ、結果論ですので、神田が言ってることは。まあ、あくまでも、そういうことができたらよかったんじゃないのかなという部分です。まあ、やっぱり太田選手は、ペナルティエリアのボックスの幅、ペナルティエリアの近く、ゴール付近でプレーすれば、相手から怖い存在になれる選手だと思いますので、もっともっとね、太田選手がゴール近くで、絡む、試合、シーンを多くね、見ていきたいなと思います。まあ、太田選手だけではなく、高木選手、鈴木選手も、やっぱりね、ゴール前でもっとね、ボールを受けて攻撃に絡んでいくとか、そういったことができたらよかったと思いますし、まあ、受け手と出し手の部分でどう繋がっていくのかっていうところと、あとはやっぱり横浜 FC 戦、川崎戦を見ていて、まあ、この突戦を見ると、3人目、4人目の動きで、
どうチャンスを作ってどう攻撃を作っていくのかっていう部分がちょっと足りなかったんじゃないのかなと思います。まあそういう部分でもっとね、いろんな選手が前に、絡んでいくことができれば新潟はボールを保持する時間が増えていたんじゃないのかなと思いますし、鋭い攻めができていたんじゃないのかなと思います。まあ、トス、そして次戦対戦する京都もおそらく前からプレッシング、プッシュアップしてくると思うんですよね。その時に新潟が逃げるようなパス、横パスばかりだとプッシュアップしてきた京都の選手に、まあ、京都の選手が前に前に仕掛けてくると思うんですよね。相手が来た時にその瞬間背後を狙っていくのか、それとも昨日みたいに高木選手、鈴木選手が相手のボランチの脇のスペースに落ちてきたところを狙っていくのか、ボールの逃がせ方と言ったらいいんですかね。まあその辺をやっぱりチーム内でしっかり共有していくっていうところは、まあ大事なのかなと思います。新潟の後ろの選手がボールを持った時に、ボールを受けた瞬間にルックアップして前をね、前線の選手を見た時に、前線の選手の動きが止まってしまっているようだと、どうしてもね、蹴るべきなのか、手前で繋いでいくべきなのかという、若干のね、ほんと一瞬の隙で迷ってしまうと思うんですよね。その瞬間に、やっぱりね、トスの選手が見事にスプリントを上げて、ボール保持者、ボールを持ってる新潟の選手に詰めてきていたので、その辺で、こうなかなか新潟がスムーズにね、攻撃ができなかったのかなと思います。まあ、どこに空間、スペースが空くのかをずっと探している試合だったのかなと神田は見ていて思います。まあ、こういう時に高木選手、鈴木選手が中盤に落ちてきた時に、トスのセンターバックの選手がどこまで食いついてくるのかどうか、どこまでだったら、どこの場所まで落ちてきたらトスのセンターバックが食いついてこないのかというところを、まあ、全体の部分で、全体の部分というか、まあ、チーム内で早めに共有できたら、まあ、もっとスムーズに、効率のいい攻撃ができたんじゃないのかなと神田は思います。まあ、あくまでもサッカー素人の神田が思ったことをお伝えさせていただきましたので、まあ、そこの部分でまたね、神田のこの解説動画を見て、神田何言ってんだ、おかしいぞと思う方もいるかもしれませんが、まあ、そこはね、いろんな見方がありますので、そこは本当にいいと思いますので、あくまでも、神田が試合を見ていて 3,4 回試合をね、振り返って、感じたことをお伝えさせていただきました。まあ、次はね、まあ、京都戦ですので、まあホームで勝ちたかったんですけども、まあ勝ち点1拾えたことは良かったと思いますので、まあこの、今言った課題を含めて次のアウェー京都戦に、京都は今2戦連続で負けてるんですかね。ちょっとここ最近の京都の勝敗わかんないですけども、鳥栖に負けて昨日が湘南にも負けたんですかね。なので、チーム状態がもしかするとちょっと落ちてる、感じかもしれませんけども、まあホームなので、ね、次は、京都はホームなので勢い持ってくると思いますので、そこに新潟がどう挑んでいくのか、前回1対3と負けてる京都に、もうね負けたくないので、今シーズンはしっかり勝って、またねアウェー戦、しっかり勝ち点もぎ取って、またね新潟に戻ってき、たいなと思います。まあ、京都アウェー戦は神田も現地観戦行きますので、またね、現地観戦の動画、そして現地観戦で見たことをね、感じたことをまた動画でお伝えできたらなと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。